フランク・ホーン・ビーは、イギリスのリバプール出身の技術者、事業家、政治家。メカノ、ホーン・ビーの創業者。世界中に組み立て式金属玩具であるメカノを普及させた功労者。1863年5月15日にリバプール、カポラスヒルで生まれた。幼少時より、発明の際を発揮し、1901年1月9日に、後にメカノとなる。 メカニクスメイドイージーの特許を取得して同年メカのヤシロを設立した。第一次世界大戦後にはゼンマイ仕掛けの鉄道模型を発売した。1920年に最初の機関車を組み立ててキットとして発売。1925年以降はすべてのホーンビーの製品は組み立て済みで販売された。これらの当時の製品は現在ではコレクターの収集の対象となっている。 同社は1920年から1930年代にかけてイギリス最大の玩具メーカーに成長した。同時期、イギリスだけでなく、アルゼンチン、フランス、ドイツ、アメリカ、スペインでも製造した。1934年には、縮尺1、43.5のミニカーのリンキーの製造に参入した。 1931年イギリス総選挙で保守党から出馬して当選して1935年まで務めた。1936年9月21日に死去した。ホーンビー社は1963年の時点で工場勤務で2000人を雇用して、さらに事務関係で300から400人を雇用していた。業績が悪化して1964年にライズブラザーズに買収され、 1970年にはエアフィックスの参加に入った。1979年にビンズロードの工場を閉鎖した。メカノの製造はフランスのカレーで継続され、メカノ SA は2000年5月に日本の日光に買収された。2013年にはリバプールで生誕150周年が祝われた。ありがとうございます。